富士急山梨ファイヤー株式会社は、山梨県富士吉田市に本社を置く富士急グループのタクシー、乗り合いタクシー事業者である。山梨県の富士吉田、川口湖、山中湖、鶴、大月地区を営業エリアとしてタクシーを運行している。この他に富士山駅と馬返市を結ぶ乗り合いタクシーの運行や山梨県鶴市の予約型乗り合いタクシーの自宅運行も行っている。 おおむね5月から10月の土日祝日などに運行される。道路線は富士山駅から富士山吉田口登山道の馬返しを結ぶ路線として開設された。馬返しバス専用フリーパスが発売されているほか、富士山駅馬返し間のみ往復運賃の設定がある。2014年以前は中の茶屋馬返し間のみの区間便が運行されることもあった。 区間便に乗車する場合、富士山駅マイナス中の茶屋間は、富士急山梨バスが運行する、富士山世界遺産ループバスに乗車することとされ、富士山駅馬会士間の投資運賃で、ループバス、馬会士バスともに乗車できるようになっていた。山梨県鶴市で以下の予約型乗り合いタクシーに路線を運行している。乗車には事前に、 富士急山梨ハイヤーへの電話予約が必要となっている。なお、乗車停留所と降車停留所がともに富士急バスが運行する、鶴市内循環バスの運行区間内の場合は利用できない。これらの路線は、鶴市地域公共交通会議での検討をもとに2011年10月17日から12月16日の期間中の平日に実証運行が行われ、 富士急山梨ハイヤーは実証運行に参加した。実証運行時の運賃は、大人100円、小人50円、乳幼児無料であった。2020年5月現在、黒塗りの中型車両が、吉田営業所に30台、大月営業所に17台配置されている。車種は、トヨタクラウン及び日産、セドリック。また、ジャンボ車両が、吉田営業所に4台。 大月営業所に2台配置されている。車種は、トヨタハイエース及び日産、キャラバン。この他にハイブリッドカーのトヨタプリウスが、大月営業所に3台、トヨタプリウスアルファーが、吉田営業所に1台、トヨタジャパンタクシーが、吉田営業所に2台、トヨタエスクアヤが、吉田営業所に14台、大月営業所に3台それぞれ配置されている。 エスクアイアのみ6人乗りで、その他は4人乗りである。いずれも乗車料金は通常の中型車両と同一。また、ジャパンタクシーはユニバーサルデザインタクシーとして車椅子のまま乗車できる。馬会市バスでは9名乗りのワンボックスカーが使用される。ありがとうございます。